エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、久々にですねガンプラを作りたいと思います。なかなかですねガンプラを作る時間がなくてですね、ちょっと前に買ってたやつなんですけど、こちらです。今アニメでやってますガンダムビルドダイバーズリライズの前にやってたビルドダイバーズに出てきた機体なんですね。今回のリライズにも登場はしてるんですけど、こちらがですね一つ一つでですね登場してたんですけど、なんとこれ上半身と下半身が分かれるんですよ。それで組み替えができるってやつなんですよ。ベースとなったのはシードデスティニーに出てきたインパルスガンダムがベース機となっています。今回はこんなガンプラを作っていきます。エルカチャンネル。エルカチャンネル。エルカチャンネル。はい、完成しました。2体ともできましたよ。ベースになってるのは一緒なので、パッと見はただの色違いですね。持っている武器がですね、赤色の方がこの槍、そして盾を持ってるんですけど、青色の方はこの何だろう、バズーカみたいなやつを持っている。エルカチャンネル。ではですね、最初に言ってた上半身と下半身の組み替えをしてみたいと思います。これで準備完了。青色の方も はい、これで準備完了。そしたらはめるだけ、はめるだけ。はい、どうでしょうか。上半身と下半身を入れ替えただけなんですけど、こっちはこっちでありかなと思います。色使いがいいですよね。エルカチャンネル。あ、忘れてました。上半身と下半身を戦闘機にするのをまだしてなかったですね。早速していきましょう。まずは上半身と下半身を分けますね。よいしょ。赤い方から装備品を外してこの状態ですね。手を広げて肩を回し上に上げる。装備してたこの盾と槍の先だけ、これを組み合わせますよ。こんな感じにしてもらったら、これがですね腕のこの穴のところにくっつければこんな感じになります。これで上半身の変形は終わり。そして下半身、下半身はつま先を畳んで膝のところがこういう感じに曲げると、そしてサイドスカートを前に出せば、はい、これで下半身も完成ですね。青色も言ってることは一緒です。
はい、できましたね。こんな感じになりました。一つのモビルスーツで分離して変形するっていうのはかっこいいなと思うので、俺はありだと思います。デザインの問題はあるのでしょうがないんですけど、上半身はかっこいいんじゃないかなと思います。こっちもなんてことないんですけど、この武器をこういう感じに装備するだけでも全然違うし、赤にしてもそうですよね。ほら、こう2つ並べるとかっこいいなと思います。足の方はですね、こっちの方がデザイン的には何とも言えないですね。もう少し何かあればよかったかなとは思うんですけど、まあこんなもんだろうと思います。いや、それでも分離変形合体っていうですね、楽しみ方があるので作っててよかったですね。最初から言ってるようにインパルスガンダムがベースなんですね。なので作る時の余りパーツ、こんな感じで余ってます。これどう見てもあのコアファイターっていうか、その部分ですよね。本当なんだ、真ん中にある部分だと思います。とこちらが盾ですね。これがですね、青にしても赤にしてもですね、同じやつを使ってるので、はい、同じようにこうやって余ってます。結構使わなかったのがありましたね。はい、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかって